ゲストコーナーに行きたいと思います、はい、今日のゲストをご紹介お願いします。通称シンゴちゃんと言われてます。シンゴちゃん、はい、コードネームシンゴちゃん。シンゴちゃんコードネーム、コードネームクラブワールドというですね、はい、いわゆるこう旅行会社の、はい、代表取締役で、はい、で、まあ、いわゆるそのスピリチュアルスポット、パワースポット、怪しいところを主に得意とするですね、旅行会社で、はい、スプーン曲げの清田さんが、はい、かつてバリ島に、はい、まあ、行かれてた時に、はい、ここのクラブワールドさんを使って行っていったと、はい、もう御用達ですね、御用達もう知る人ぞ知るこの業界のもう、ね、怪しい旅行何でも来いね。そしてね、もうそんな大村さんにぴったりのムーミンを今日横に配置させていただきましたんで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。インディゴチャイルドですけど、ね、インディゴ、はい、はい、それでね、大村さん、まずは、大村さんが今ね、三上さんからご紹介あったように、そんなパワースポットばっかり行く旅行会社ってちょっとね、すごく就職先、はい、就職してみたいなって感じなんですけど、どうやってその仕事を始めようと思われたんですか？ね、全然そんなこと興味もなかったんですよ僕、はい、大阪弁ですけどめちゃくちゃ。いいですか？いいです、いいです。サラリーマンやってたんです、はい、普通に、はい、旅行会社 で、はい、である時、1999年、ストラダムスの、1999、はい、その秋にですね、はい、メキシコに行こうと思ったんですよ、はい、メキシコですね、メキシコに。それがですね、今結婚したんですけど、はい、その当時の彼女がですね、はい、普段買わへんような雑誌買ってきましてね、あら、はい、そこにですね、セドナのことがちょこっと載ってたんですよ。セドナ、ええ、聖地ですね、聖地セドナ、はい、それでなんやこんなとこあんねやと、はい、で赤い岩がいっぱい載ってるわけですね、はい、それでいやこんなん知らんなと、はい、旅行会社なのにセドナのことを知らなかったんですよ。その当時はツアーとかあったんですか？なかったですね。そうですよね、ええ、それでもうメキシコを辞めて、はい、もうセドナに行こうと、あららら、いうことになりまして、直感的に。それで、まあ、フェニックスっていうところが一番近いんですよ、はい、でそこに今飛行機で飛びまして、はい、でそこからレンタカー借りてこう上に上がっていったんですよね、はい、でグランドキャニオンの方北に上がっていくんですけど、はい、まあ分からへんかったんですよ最初、迷って、はい、で全然知らんおっさんの牧場入ったりとかしてねその時フリーズっていうの流行ってまして、アメリカで打たれんちゃうかと。大きかないですね、もうプリーズなのかフリーズなのか分からないんで、プリーズ言って打たれた、たまらんねこれね。日本人が殺された事件ですよね。そうですそうです、怖いですね。それでまあ分からんな言いながらこう、まあ山の中入っていったんですよ。そしたらこうセドナっぽいこう標識が出てきたんですよ ね、入ってきたなと思ったけど、周り真っ暗で何も見えへんのですよ。それでこの先行ってもまたフリーズ言われたかなんなと思って、ちょっと戻ってきてですね、ちょっとモーテルがあったので、はい、そこに泊まったんですよ、はい、で、翌朝ですよ、はい、目覚めました、はい、窓から外見ました、はい、うわーびっくりして、真っ赤な岩が一面に目の前に迫ってるんですよ。これすごいなと思ってですね、それでまあチェックアウトして、ずっとこう町の方にこう行ったわけです。山見えなかった道をずっと通ってですね、で町の中心がまあ出てきたわけですよ。でそこに行って、まあどこに行ったらいいか分かんないので、町の人にですね、どこに行ったらいいですかと聞いたんですね、はい、大阪弁じゃないですよ、はい、英語でね、英語でね、大阪弁なまりの英語で、英語で、はい、そしたらベルロックというところに行けと言われたんですよ、はい、ベルロックってその、まあ、ベルチリチリのベルですね、はいはい、ベルをこう据えたような、はい、そういう形をしてるんですよ、はい、そこに行けと、はい、比較的簡単に行けると言われて、はい、でまあ、行ったわけですね、はい、でまあ、こういうふうな三角形の山なわけですけど、はい、ピラミッドだな、当たりと思う、僕そう思う行きましょう今度、ぜひぜひそれで、まあ、登ってったんですよ、はい、そしたら上からねチベットのラマ僧が降りてきたんですよ。なんでそんなところにチベットのラマ僧がいるんですか、ね、いや分からへんのです、オレンジの袈裟着てですよ。しかも、その時代ね、そんなにツアーもない時代に、チベットのラマ僧がセッタ履いてましたから、
はセッタで、セッタよくセッタ履いてませんあの人ら、チベットで。それ岩場でもセッタ、岩場でもセッタ。はあ、そう降りてきてね、なんやこんなやつおんねやと思ってびっくりしたわけですよ。はい、でちょっと離れて、はい、まあぼーっと座ってたんです僕。はい、で気持ちいいんですよ、太陽わーってって、はい、風も吹いてきて、はい、まあ、気持ちいいなと思ってぼーっとしてたんですよ。はい、そしたら急にですよ、今の仕事を辞めて新しいことを始めた方が良いっていう声が聞こえたんですよ。聞こえましたか？聞こえた。いやほんまにこれ、ちょすいません、それは、ちょっと大阪弁ですか？いや日本語ですか？アメリカ英語ですか？日本語、日本語、日本語、標準語かもしれない。標準語、まあ頭の中でなったみたいな感じ。はい、あ、と思って振り向いたんですよ。はあ、誰かが後ろで、ね、もしもし言ったかと。誰もいないですよ、おっさんもおばはんも誰もいない。はい、なんだ今のはと。チベット人もいなかった、チベット人もいなかった、誰一人いないんですよ。誰もいないんですか？誰もいない。奥さんは、奥さんはるか彼方でぼーっとしてはって休んでて、うん、それでもう大慌てで行ったんですよそこに、うん、奥さんのとこに、うん、でそんなん聞こえたよと言ったら、うん、ほんまみたいなこと言われて、ほんま、いやほんまやと、うん、ほんまやねんと言って、それでまあそれからセドナの旅行をするんですけど、もう気になって気になって仕方ないんですよ。もうそりゃそうですよね。ですよね。それでまあ、飛行機乗って帰ってきて、で次の日会社行くわけですけど、もう気になって仕方がなくて、気がついたら辞表出してたんですよ。奥さんはなんて言ったんですか？いや相談も何もしないし、自分にも相談してないもん、よう考えたら。あら、覚えてないの。もう出しちゃった。出しちゃったんですよ。そしたら、まあ、上司は、お前どうしたと、はい、いやいや、あのここセドナーいうとこで声聞こえましたと。ほんま正直に、ま、正直に、いやそれやったらアホと言われるので、それ言わずに、言わずに、で、まあ、長い間働きましたしと、はい、言って、でそれ で、まあ、受け付けてもらってですね、はい、でまあ、すぐに辞めれなかったので期末の3月に辞めて、はい、でその3ヶ月後に今の会社の前身を始めたと。あ、そうなんですか。6月に、6月に。それで、その声でそれだけ人生変わっちゃったわけですから、その後その声が何だったかってこう解明したりはしなかったんですか？めっちゃ気になってたんですよ。男の人の声なんですよ。男でした。まあ、声の質から言うと、声の質から言うと男です。年配ですか？年配ですね。おっさんですね。おっさんの声。おっさんの一言。おっさんの一言ですよ。人生変わったもん。変えちゃったな。変えちゃった。それで今は、パワースポットほぼ専門の旅行会社やられてるんですけど、辞めてどうしてそこへたどり着いたんですか？だからこの声の存在は何かということですよね。はい、ルシファーなのか、はい、イエスなのか、はい、分からへんわけですよ。そうですよね。チベット人だね。チベット人かもしれないし、はい、チベット人って言ったらね、はい、僕一番最初の海外旅行がチベットなんですよ。あ、来た、来た。気になって仕方なかったの昔から。あ、気になってた、シャンバラだな。シャンバラ、そうですよ。あの地球儀あったんですよ家にね。で地球儀、昔から地球儀が好きでずっと見てたんですよ、コロコロって転がして。はい、そしたらあの、まあ、海は青いじゃないですか、うん、で平野は緑ですよね、はい、で山は黄色ですよね。チベットのとこだけ真っ黒なんですよ。高度が高いから焦げ茶色で、はいはい、でこの焦げ茶色のとこに何があんのかということをごっつい気になってたんですよ。山があるんですよ。山があんねんけどね。山やんそれ。いや身も蓋もないやんそれ。いや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 。それでそのため塗ってんだから。うん、そうで行ってみたら山やったんやっぱり。やっぱり山やった。ってことは山やった。行かなくても分かるやん。そうそうそう。ずーっとチベットつながりでなぜか気になってた。気になってた。チベット。でチベット、いやボタラ宮なんか行ったら僕びっくりしましたよ僕。何歳の時に行かれたんですか初めて。二十歳ぐらいですね。二十歳で、なんでそれまたチベット行こうと思ったんですか。いや気になってたから。また声が聞こえてた。声が、それは全然関係ない。チベットに恋、何もチベットに恋もしてないし声も聞こえない。あんまり受けなかったけど。学校辞めてすぐチベットに恋とか。違う、まあ、とりあえず行ったんですよ、うん。あの普通、まあ、日本のお寺だったら、まあもう菩薩だったりとかいろんな像があるじゃないですか。いやそう神妙にこう手合わせてますよねみんなね、うん、まあ、そんなもあるんかなと思ってポタラ宮行ったらびっくり。あ、どうしたんですか。